どうも、岐阜の伊丹です。今回は占い師、占い師かよ。占い師もあんま好きじゃないんだよね。はい、こんな感じの役職ですね。市民がないから下手したらスケスケになるかもしれ、あ、初日占いあるやん。マジか。こういう時は SP を SP クッソ多いぞ。なんだこれ。ちょっと殴りやすそうなあたりにするか。ちょっとチャンかな。チャン殴りやすそうなんで、チャンにしようか。おし !10 秒前。来た。支援を受け。はい。みんな高評価、お願いします。お願いします。はい、話し合い。さあ、行くぜ。占い結果280やな。チャンクロ、え、告白チャンクロー、ふーふー。カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト。え、霊能に出やがった。チャンフー、チャンクロやー。わいは天才占い師、天才占い師。そしてジェシ、そしてソフィア、愛してる、愛してる。ハード、詰んだ、詰んだ。ちゃん釣りでよくで、え、今日もありがとう。黒猫に見せかけたんか。あー、なるほど。あー、なるほど。黒猫に見せかけたのか。見せかけて、霊能出たのね。霊能出たのね。ちゃん、ごめん。チャンスマン。チャンスマン。うん。平和、平和。黒猫潜伏してるってことやろ。黒猫潜伏、潜伏なのかな、なのかな。黒猫恋やな。黒猫のサンタも潜伏っぽい。チャン反応的に狼っぽいし、占いシーンが潜伏か考えてるというか。そうやな、うん、よかった。せやな、せやな、うん、チャンは、チャンは俺を黒猫塗りすれば、塗りしとけば、んー、まだ助かったんじゃない、助かったんじゃないかな。黒猫恋人、俺もそう思う。普通に巨人出るべって思ってた。うん、よしよーし、うん、もう一匹の人狼も任しとけ。人狼も俺が見つけるからね。見つけるで任せとけ、任せとけ。ヘイヘイ、任せる。うん、だから頼むぜ。俺が知らないように、うん、俺を死なさないように頼んだぜ。死なさないように頼むぜい。じゃあ赤ちゃんで確認してみて、相方に恋人かどうか。話すことない、時短しよっか。うん、時短しよっか、しよっか。いいよね、もう。ショーン・ゲルと浮気した、え、ワイはワイはソフィアタン一筋や。カミングアウト。一筋。いやで。出とく。オッケーオッケー。オッケーオッケー。サンタ、出得な感じあるか。退去したらどうなるんや。延長希望。こいつの片方は死ぬ。何？
今その過程で話すのは、待って、その過程を話すのはめっちゃ恋人っぽくない？めっちゃ恋人っぽくね？なんでそれ話すの？なんで私が恋人だとしてっていう。あ、エマ恋人かなこれ多分。エマと黒猫は恋人なのかな。恋人なのかな。さあ、投票やった、ごめん。まあ、エマは恋人のこと気にしすぎだから、俺の経験上ね、経験上恋人を気に、恋人は恋人気にするっていうね、恋人追う、恋人じゃね、恋人じゃね、30秒前、俺の経験上。恋人気にするやつ大体恋人説、するやつ大体恋人説、説を立証。10秒前、さあ、日没。しょっけ、夜の子ね、待ってよ、あー、ミカかな。10秒前、ミカかカミラあたりかな、どっちかな。ミカかカミラやな。おっ、来た来た、CMOK。 さあ、アンナが無残。さあ、話し合い、行くぜ。おはよう三上竜吾、完璧、神占い師、カミングアウト、キャマクロー、エマ付き。いや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 、それは苦しいでしょ。苦しい言い訳やな。むちゃくちゃやん、むちゃくちゃすぎミカミカ、それはやばっす。ああ、そういうことね。ああ、そういうこと、ね。俺を恋人塗りするんか。恋人塗りしたいのか。したいってことか。ん？どういうことだよ。ミカ狼ならアンナ生きる方しかない。黒見つけたので、ショーンとローラは用済み。エマは、まあ、エマでいいんじゃね？エマでいいんじゃね？人狼の味方するって言ってるから、釣っとこうぜ。
今日は今やろう。美香恋人読みなら釣られるけど恋人探し。恋人探しか。今日は、今日はエマでよくね。ショーマシンディー、そうやな。エマ以外ないと思うんやけどな。変にグレーつって、グレーつって村減らすよりは、ブラックサンタ、ブラックサンタ釣った方がいいと思うけどな。釣った方がいいと思うが、あるならミカエマ。ショーン釣って道連れ起きなければ私が担当するから今日もしょ。ミカめちゃくちゃ言うな。人狼の味方するサンタ、黒の味方する、黒側の味方するサンタイコールブラックサンタ。長的に退去できん。お、ローラ頭いいぞ。ローラしっかりしてるな。てかさ、エマの生存意欲やばくね？エマの生存意欲半端ない。半端ないから、エマ恋人臭がすごい。恋人めっちゃ生存意欲あるでな。エマつって明日プレゼントもらってなかったらミカ破綻。え、ミカは人狼だよ。エマ結構殴ってくるな。黒猫犬、アンナ生き量のミカ狼。エマとは恋ならこの、ちょっと待って、エマ・ソフィアのラインやばいぞ。エマ・ソフィアのライン、結構見えるな。見えてきたな。エマ。これ昨日も言ってたよね、これ。これ昨日も言ってた。ソフィア昨日もエマかばってたよね。だよね。サンタさんごめん。やべ、エマ怖いな。あ、エマカミラもありえるか。ありえるな。エマカミラもありえる。10秒前。カミラもかばってきた。どっちかやな。まあエマは恋人だと思うよ。さあ行きます。さあ行け。違うんかい。わあ、まあ普通に適当にはなったけど、今退去したかっただけやったか。10秒前。深夜もふけ、恋人噛んでほしい。どこ。あ、逃亡か。どうなんやろ。よろしくお願いします。うはぁ、
うわ、マジかよ。マジか。恋人じゃねえじゃん。恋人じゃねえやん。恋人じゃねえんか。ねえんか、ただの、ただ単に、退去した方だけか。退去したかっただけか。待って、あ、これ、あ、あーこれ、これミカ、ミカとソフィア。え、なんで、え、待てこれカミラ、カミラとミカ恋人か。待って、ローラめっちゃしっかりする。あ、ローラ確かに。カミラミカだな、これカミラミカだ多分。もうミカっつ、ショーン黒恋なら志村の行ける。いやー待って、俺ちょっと待ってな、俺の予想はカミラミカかな。カミラミカかな。カミラさ、カミラミカ生き良心とか言ってるやん。生き良心とか言ってるやん。それ、そのかばいはね、うん。待てよ、今日釣るやろう。やべ、難しくなってきたの、これ。あ、生き量がさ、生き量がサンタについてる可能性あるの？ついてる可能性ある？カミングアウト。ミカ2回も言わんでも分かるって。ミカ、それはもういいよ。もういいって。うん、一応、占い結果は、カミラ、白だよ。白だよ。サンタさん撮ったなら、今日絶対誰かしらプレゼントもらってる。ほう。まあまあ、ローラの話聞こう。ローラの話聞こうぜ。聞こうぜ。でもらってないならミカ偽物。うん、いやまあ、絵馬付きにしといた。なるほどな。まだまだあがくな、ミカ。ミカあがくな。もう分かったわ。分かってきたわ、約束。約束。多分フェイ逃亡やろうな。生き量がおるせいでクソむずいな。いるせいでクソむずいな。クソむずい部屋な。部屋やな。ミカ、ソフィアにウルフあるのかなと思ったけど、ショーン2世見えん。いや、だから、まあ。待って、ミカつってミカが恋人じゃなかったらな。ミカが恋人じゃなかったら村負けるからな。村負
負けるからな。もう一縄あるでしょ。もう一縄、一縄あるでしょ、あるでしょ。ショーン釣りをしてるミカ恋人臭い。うん、いやどうしようこれ。てかさ、霊能結果、うん、霊能結果で、何やったっけ、誰ぐらいだったっけ俺。ちゃん人狼出てるのに、出てるのに俺を2世で見るのは無理があるぞ。見るのは無理があるでしょ、ミカ。今日は恋人釣りに行くよ、釣りに行くよ。30秒前。延長希望、延長希望。俺はカミラが恋人だと思う。恋人集するのはこれ3日。いや普通にミカカミラかな。やっぱおそらくな。てかさこれ狩人と逃亡者出ればいいんじゃないの。出れば、スケルでしょ。スケルでしょ。黒猫恋人の、黒猫が恋人だろうから。恋人。30秒前。狩人ソフィア？ソフィア？狩人ソフィア？これ黒猫が恋人だから、黒猫が恋人。10秒前。恋人だから、逃亡者と、カミングアウト。よし、カミラや。カミラや。カミラ恋人。恋人や。カミラミカ。カミラミカや。ミカや。いや、黒猫。カミラミカ。が恋人だろうからつっていいでしょ。うん、ってよくね。あぶね。どうなんだろう。でも絶対人外でしょ。黒猫やろ。でミカも、うわ黒猫じゃん。普通の黒猫やん。待って、ニウルフおるじゃん。生き量誰だ、生き量誰だ、これ。生き量誰だ、生き量誰。ありがとうございました。ソフィア生き量か、これ。しょうもないし、ソフィア人狼。フェイが逃亡恋人で、ローラ霊能、カミラ黒猫、ミカ人狼恋人で、アンナ狩人、チャン人狼エマさんと、ミカ生き量なんか、本当に、マジでミカ生き量な。あー。いやーなんかマジか、ソフィア全然人狼に見えんかったわ。見えなかった。ソフィア全然なんか空気あったよな、ソフィア。ソフィアめっちゃ空気あった。全然わからなかったな。うん。
いやマジか、カミラマジかよ。カミラなんで潜伏や、潜伏や。いやもうマジわけわけわけわかめやわ。黒猫が潜伏するもんね、難しかった。潜伏するから、それから難しかった。むず、わけわかんないやつこれ。面白いかなって、あーキノコ言ってればソフィア勝てたか。そういうことは待てよ。あの時点では、村の価値なくなったんやな。ミカ釣ってたら、カミラ、ローラ、ソフィア、ショーンが残って、ってなるで。おやすみ。なるほど。いや、じゃああの時点で村の価値ないじゃん。勝ち目なかったな。初日に2日連続で人狼当てたのに勝ち目なかったっていう。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。そしたらありがとうございました。